無事ね、国道2号線バス乗れてですね、ここから昨日の、夜言ってた通り第二新名で、阪神高速3号湾岸線に入るんですけど、阪神高速7号経由で行く方もね行きたいと思います。今見たら第二新名マヤから、スマからマヤまで渋滞9キロかよ、これ渋滞をするからね。はい、赤信号の料金に入りました。ここもね事故があるとねやばいよね。前に明石のパーキングエリア過ぎたところの大久保っていう出口ら辺で事故あって料金所手前からねめちゃ混んどって、普通やったら5分ぐらいで行けるところを40分ぐらいかかったから、5分は遅いね、10分ぐらいね。いや、あとはまた熱持って落ちひんかなってとこやけど、まあ、そんな長くはないと思うねんけど、まあ、とりあえず今第二神明でね、阪神高速7号線のね北神戸線に入るところがちょっとややこしいで、そこから行きたいと思います。どっちややこしいルに行くんかい。あーでもまたええ天気、いや朝マイナス2度やったからI can't make it.
辺市、神戸市入って、明石入って、神戸市に渋滞追突中、渋滞することあるんかな、この辺。あ、港がジャンクションから前まで渋滞9キロやな。合流するのに時間かかるな。渋滞してたらもうあれやね、多分阪神高速3号線に入る前に動画終わるかもしれない。9キロの渋滞ってどんだけかかんの。明石大橋が前に見えてるっすな。前に明石大橋見えてますね。右の奥の方に映ってんかな、画面上に。高さ的な問題もあるな。須磨から前も渋滞してんのに、港がジャンクションから前も9キロの場所、トンネルのだいぶ手前から混んでんから。なると新神戸トンネルから行った方があれなのかな。まあ、でもどこも混んでんねやろな。左からの合流車両に注意してください。9キロぐらい増えた距離。徳島、山陽の方面です。その先、
まっすぐ7の方、北神戸7号線ね。大事で北線の北がねちょっとややこしいね。7号線の方に行きます。
ると3って出てくるんで、3号線で行くよってことだよね。阪神高速3号線で行けますよってことだ。この先合流車両に注意してください。その港がジャンクションから合流するのと、新神戸トンネル経由で生田川から行くのと、この7号線と新神戸トンネルはそのままくっついてんねんけど、新神戸トンネルを出て終わって生田川に合流す入んのにちょっとだけ下道通るんよね。で神戸トンネルの方行くには7号線をこのまままっすぐ、まあ、標識にも書いてあるんだけど、標識にも書いてあるからね。で3号線の方には行くには、左ですね、31号線渋滞7キロ、まあ、さっきより減ったけど。この先左からの合流車両に注意してください。この先 500m 先、分岐も左方向です。神戸大和山手線の31号宮まで、神戸トンネル経由で30、神戸山手線経由で30。うわどうしようかな。まあ行くか。この先
神戸長田トンネルを走ったらあかんみたいに、やっぱトンネル内でなんかあったらあかんからかな。トンネル爆発事故とか結構あるもんね、火災事故とか。反対側も工事してる。この先左からの合流車両に注意してください。でもこの前危険って書いてあるトラック、書いてあるっていうか、あのなんか標識っていうか貼ってあるやんか、後ろにタンクとか、あれ走っとったけどね。
ですね。富士阪神高速3号に合流できました。混んでなかったです。あ、でも柳原から前まで混んでるって書いてあったな。ここ柳原やもんな。こっから混んでるのかな。いやでも混んでなさそうやね。最初前妻からマヤって書いてあって、ほんで柳原からマヤに変わってるから縮まってんねんよね、多分。知らんけど。北神戸線7号線経由の、阪神高速3号線に合流するっていう逆パターンをやりました。天気でありがとうございました。